プラネットハリウッドリゾートカジノはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにあるカジノホテルである。このホテルはアラジンという名前で知られていた。かつてのアラジンは1966年にオープンした老舗のホテルで中東やアラブ世界をテーマとしていた。名前の由来はアラジンと魔法のランプのアラジンである。このアラジンは2001年にアメリカ同時多発テロ事件が起こり、 中東をテーマにした、このホテルは人気を失ってしまった。結局、巨額の債務に耐えきれず倒産をしてしまう。このホテルの資産を、映画をモチーフにしたレストランを展開する、プラネットハリウッドと、シェラトン等のホテルチェーンで知られる、スターウッドホテルリゾートが買い取り、新たな名前とテーマを与えて再生させたのが、現在のプラネットハリウッドである。新たなテーマは、ハリウッドである。 改装前のアラジンザークシスは7000席収容のラスベガス最大の劇場。1972年のアラジン回収時に開業。当時は7500席収容で日本の新宿駒、劇場同様絞りン町があった。1996年に回収、収容人数を7000席に減少する。2006年から2013年までミスアメリカ、 1991年と1996年、2012年、2015年12月のミスユニバース世界大会2008年から2013年までがミス USA が開催されていた。現在はブリトニー・スピアーズが定期公演を行っている。ありがとうございます。